こんにちは、大島です。それではですね、本日は第1回目ということで、そもそもビジネスとはというところをお話しさせていただきたいと思います。はい、そもそもビジネスとはというところですね。皆さんですね、いろいろな知識が、今ある方ない方いらっしゃると思いますけれども、基本的にビジネスというのは非常に単純で、商品があり、その商品に対して、何かお客様を集客をして、そして販売をすると、はい、で実際ただこれだけなんですね。でこれをなんかテクニカルにやったりとか、あとはそのね、あの料金が高かったりとか、あとはその例えばサイトを作って、広告を得る収入モデルだったりとか、あとはそのアフィリエイトだったり、あとまあ本当にリアルのね、商品でもそうです。例えば、よくある小売店ですね。例えばその BMとかですね、ビームスとか、そういったセレクトショップとかに関しては、普通に店舗があって、そこに、他のメーカーが、作った商品をこう、仕入れて、で、店舗に置くと。でそれでお客様が集まってきて、でそこでお客様が何かを買うと。でこれはですね、インターネットでもリアルでも飲食店でも全く同じことです。飲食店、私ずっとやってましたけども、飲食店であれば料理を作って、その料理を食べてくれるお客さんがいて、でそのお客さんに対して、料理を販売して、で、帰っていただくと。で満足して帰ってもらうと、そういう流れになりますね。なので、難しく考えないでほしいんですね。基本的に全部これです。はい、で皆さんよく私の質問とかもあるんですけども、ここを単純に考えられないから、皆さんなかなかねビジネスで手をつけられないとかね、ちょっと夢の世界、例えば独立企業もそうですけども、なかなかまだ自分ではできないんじゃないかとか、あとは私なんか才能もないしね、能力もないと、資格を持ってないし何もないって結構ね言うんですけども、そんなの実際関係ないんですね。実際これの計算さえできればビジネスっていうのは、誰でもできます。私の生徒さんでもですね、よく目標にされてる方いらっしゃるんですけども、例えば、月100万円稼ぐということにしますね。で月100万円を稼ぎたかったら、これ単純な計算なんですけども、例えば、月10人、これ逆算なんですよね。月10人集客ができるとしたらですよね、10万円の商品を売れば月100万円いきますと、たったこれだけです。でこれが増えたり減ったりするだけですよ。でこれ実際一応全て利益として考えてくださいね。全て利益として考えてください。はい、で10万円のものを10人で言ったら単純に100万円いきますと。で、これが単純に1万円になれば100人で、これも同じですね、月100万円です。でこれが1000円になったら1000人ですね。はい、っていうことです。で、皆さん結構ね、お金、収入が得たいから、ビジネスを始める、当然のことなんですけどもね、僕自身も実際最初そうでしたし、皆さん大体そうです。成功したいとかね、収入を上げたいとか、起業して自由になりたいとか、いろんな理由はあると思いますけども、お金を稼ぐというのをまず第一条件にしたときに、まず自分の目標金額を決めて、そこから逆算するというのが、非常に重要になってくるんですね。で、よく私も質問を受けるんですけども、なんですかね、アフィリエイトって稼げるんですかとか、あとはその起業って稼げるんですかって、怖くないですか、不安じゃないですかとか、あと私にもできるんですかとか、よく言われるんですけども、要は先ほども言った通り、この計算さえできれば、できると、いうことです。で、よくね、皆さんがね、副業で始めるとかいう、まずは副業から始めるってね、いうふうに考えたときに、やっぱりね、この
価格が少ないところの、ビジネスをどうしても始めてしまうというところが現状に挙げられる部分で多くあります。でこれっていうのが少なければ少なくなるほどこっちは単純にですね、集客を多くしなければいけないんですね。で、例えば集客1000人ですよね、皆さんこれ副業で1000人できますかねっていう話なんですよね、だからこれを、私も皆さんに言ってるんですけども、1000円の商品をね売っていたら1000人の商品に売らないと次100万いけないんですよ。で副業でよく達成してるって言ってる人がいるのが、まず、本業の収入を超えたら、独立しますとかね、あとは、本業の収入と同じぐらいになったら、独立企業考えますとかって言って、中途半端って言うとあれですけども、まずはちょっと簡単なね副業から始めるというふうに、やっていく方が多いんですけども、これをねどうしてもやってしまうんです。全然それはそれで間違いでもないですし、正しいということも、言いづらいところはあるんですけども、こうやって無理ですよね、月1000人って。確かにレバレッジの効いたね、ビジネスであれば、割といけると思うんですけども、なかなかここが、ちょっと難しいと思います。ましてやですね、その広告収入とか、今で言ったら、YouTube とかで、アドセンスで稼ぐとかね、あとはサイトアフィリで稼ぐとか、あとそのね、コンテンツサイトをね、ブログいっぱい書いて、アクセスが集まったら、なんかこう、広告収入が得られるとかね。広告系っていうのは、これがね、非常に少ないです。もはや、100円とかね、10円とかの世界ですよ。で、これやったらどうなりますかっていう話なんですよね。もうこれただゼロ増やしてるだけなんで、誰でも計算できると思いますけども、月100万円稼ぐのにはね、これだけの、人を集めなければいけないんです。しかも月にですよ。月にこれだけの人を集めなきゃいけない。これすごく大変ですよね。単純に考えてみればわかるんですけども、やはり、知識がない方とか、あとは実際まだそこまでビジネス始めたことがないっていう方は、やはりですね、これを考えずに、とりあえず始めてしまう方が多いです。そして、とりあえず始めていく中で、やっぱり思うようにいかなかったり、なかなか実績が上がらなかったりですね、売り上げが増えなかったり、どうしてもするんです。これをやったとしてもですよ。これをやったとしても、結局、100円、200円、300円。よくても、100個売れて、1万円みたいなね。よくても月1万円みたいな。ブログアフィリとかね、やったことある人は分かるかもしれないですけども、こんなもんですよ。1万円とかね、5万円とか、それを稼げないです。もう本当に1万円とか2万円のレベルですね。それぐらいしか稼げないというふうになっております。はい、で、今回はですね、まだビジネス、始めてないという方、もしくは、少しは始めて興味はあるけども、まだなかなかね、固まってないとか、っていう方が、見てると思いますんで、このような話をさせていただきました。現在、自分がどこにいるのか、そして何が、一番やりやすいのか。当然これですよね。単純にこれです。単純にこれが、いいのは、一目瞭然ですよね。でも、皆さんこれがね、なかなか、こんなね、10万円の商品なんて、売れるのかと。私には売れませんとっていうふうに皆さん思うかもしれません。でも無理じゃないですか。現実的に難しいです。この辺をやるには、無理なものは無理なんですよ、実際は。だからこっち上げていくしかないです。逆に言えば、いや無理、完全に無理じゃないです。もう何年もやってね、やっていく、構築してって、地道にコツ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 2、3年、4年、5年できる人はいいと思います。ブログとかね、そういう例えばストック型のビジネス、今回なんかインターネットの話ばっかりしますけども、これは全然代理店とかもね、話もそうですよ。ストックは例えば保険とか、あとは不動産とか、あとは投資系とかね、いろいろ、この後もね、次の動画の方でお話ししますけども、ストック型のビジネス、
もう、どん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 ね、1人、2人、3人ってね、5年間でね、例えば年間に10人だったとしたら、100年かかりますけどね、年間10年だったら100年かかっちゃいますから、年間に30人だとしたら、まあ、30年ぐらいかかるし、まあ、単純にそういう計算になってきます。まあ、ストック型のビジネスだ。ストック型のビジネスで一人紹介したりね、一人契約していただければ、毎月いくら入ってくるっていうそういうビジネスもありますんで、そういうビジネスをどん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 構築していくんだったら確かにこれは大丈夫できます。どんどん積み重なっていくんでね。できますけども、結局は、できるまでに時間がかかるんですね。ストック型のビジネスっていうのは。はい。だからそれをしっかりと考えて、今自分が行っているビジネスは、どういうビジネスなのか。そして、自分が得たい、収入、自分が目標とするところがどれぐらいのスパンで達成できるのか、どれぐらいのスパンで目標を達成できるのかっていうところをしっかりと考えた上で逆算をしてビジネスを始めていかなければいけないんですね。これはね、非常に単純で、もうぶっちゃけ誰でもね、気づくところですし、実際に考えれば分かることなんですけど、ね、いざビジネスとなるとね、なかなか皆さんここが、実際によく考えたことがないという方も非常に多いです。実際に僕自身もですね、3年前まで会社員だったので、まあ、こういうね、もう単純な、まあ、ビジネスマインドとかいうそういう脳がなかったからしょうがないんですけども、脳がない時はですね、とりあえず稼ぎたいと、とりあえずビジネス やらなきゃ、とりあえず行動しなきゃということでね、がむしゃらにいろいろ行動してね、まあ、結局は月じゃないや、自己投資でですね200万ぐらい使ってですね、全く起業もできず独立もできず、月に5000円も稼げずというね、日々が1年間続いたという、そういうね、苦労話も実際はあるんですけども、これです。この単純なね、方程式を、まあ、考えられなかったっていうのが、まあ、僕の一番の原因かなと、今では本当に思ってます。なのでですね、実際に私の生徒さんとかも、これを一番最初にね、言って、皆さんに言っているんですけども、だから皆さんにもですね、これ動画を見ている方にも、まずはこれをね、頭に入れてほしいです。自分はどの部分でできるのか、で実際にね副業でまあ稼ぐと、副業でまずは副業から始めるというふうに考えてやってくださいね。まあ、もちろんねいきなり資本金集めたりとか、あとはお金を借りたりとかしてね、独立企業会社辞めて独立企業するっていう方はそれはそれでいいと思います。別にこの計算をしなくても、まあ、資本金があればね、実際、何年、数ヶ月何年か、稼げなくても、利益が出なくても、資本金があればね、別にいいので、長期的なね、ビジョンを見てやればいいんですけども、なかなかね、そういう資金力もないし、いきなり企業ボーンってね、いや、できないと。まあ、ビジョンも、ビジネスモデルもないからという方は、まず副業から絶対始めると思うんですね。なので、副業で始められるレベルですね。まあ、実際に今僕の経験上からしてもやはり1日3時間から4時間ぐらいじゃないですかね取れて、だから1日3時間から4時間が取れるレベルでこれが達成できるのかどうかっていうことですよね。これが達成できて、そしてこれが達成できるのかっていうところをまず初めに考えなければいけないです。で実際に今月20万円ね手取りで稼いでる人が副業で始めて独立企業するまで、まあ、トントンでいいと、トントンで20万円稼げればいいと、そしたら会社辞めて頑張りますという人であってもですよ、いう人であったら、ここが20になるわけですよね。ここが20になるわけです。そしたら全部の計算が変わってきます。そしたらですね、まあ、この辺とかでも割とね届きやすいですよね、単純に。これだったら、200、300、200ですからね。200でいきます。でまずは、まあ、私のおすすめとしてもですよ、副業で、例えばパソコンだけとかね、あとは、あまりその組織を持たないね、ビジネスとかっていうのをやるのであれば、まあ、まずはここからやってほしいかなというふうに思いますね。これ狙ってからですよね、実際ここをね、目指すのは。まずはこの時間で、
まずは副業、まずは小さく始めてね、そういう小さく始めたビジネス、まあ、小資本のねビジネスを始めて、まずはここですね、まずはここ、そしてまずここを達成するにはどうしたらいいのか、どういうビジネスモデルを構築したらいいのか、集客どれぐらいできるのか、3年4時間で自分は次100人何かを集められるのか、それが無理なのかどうかっていうところですね、うん、でまあ今ねビジネス取り組んでない方は、まあ、そもそもねこのビジネスモデル自体がないということもあると思いますので、次回ですね、次回の動画ではじゃあ実際にどんなビジネスがあるのか、この世にはねどういうビジネスがあって、小資本でできるねビジネスが、まあ、どういうものがあるのか、そして、素人ビジネス素人の人、例えば僕と同じ3年前は、会社員だったという 方でも、すぐにね始められて、そのうち独立起業できるようにねステップアップできていくようなビジネスモデルを次回ですね、まあ、概要、全体のビジネスの概要と、僕のおすすめする、ね、ビジネスのビジネスモデルっていうところを次回お話ししたいと思います。はい、それでは第1回目の動画は以上になります。ありがとうございました。